天にいます私たちの父よ、御国が来ますよ。御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈りなさいと言われましたね。それを私たち一緒にお祈りをしたわけです。イエス様は何のためにこの地上に送られたかと言いますとね、ルカ伝の4章にはこう書かれています。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。イエス様はこの地上に使わされた目的がはっきりここに